チャウス岳は赤石山脈南部の長野県飯田市との静岡市、青池境界に位置する標高2604メートルの山で日本300名山に選定されている。南アルプス国立公園内に位置し、山腹上部の東側がその特別保護地区、西側がその特別地域に指定されている。山体はチャートと緑色岩などからなる。山頂付近は 森林限界の境界付近で、ハイマツとダケカンバが混じり、内ウの生息地となっている。山頂から北約1 2トルには、亀甲上土のお花畑と称する高山植物の群生地がある。南西約4 0 0ルの稜線上には、日立がある。北東約5 0 0ルの横久保沢の源流部には、1993年に、リニューアルされたチャウス小屋がある。 三名は、上河内竹川から眺めた茶碗を伏せたように見える、なだらかな山陽に由来する。1925年7月に、長野県の上村の東山直竹会が、新市を上河内竹に暗記する際に、色竹から赤石竹に重装する際に登頂した、ことが記録されている。赤石山無薬の狩猟線上にあるため、両線上にある重装路の登山道を歩く際に、 登頂されることが多い。最短ルートは、静岡県側からの畑帝王吊橋の登山口からのルートである。1957年の静岡国体の際に、畑帝王吊橋から、畑、帝山を経る小鳥尾根のルートが整備されたが、その後荒廃してほとんど利用されなくなり、廃道となっている。チャウスだけの北東下にあるチャウス小屋登山口や、稜線上には、 山小屋とキャンプ指定地がある。登山シーズン中の一部の期間に友人の営業を行っている。最寄りの山小屋はチャウス小屋でキャンプ指定地が併設されている。南アルプス国立公園内であり、キャンプ指定地を除き、全山爆影禁止となっている。小屋からは富士山を望むことができ、1997年から食事提供を開始した。小屋の周辺では、 水が湧き出し、品の金梅、日光キスゲ白山風炉などの鉱山植物が見られる。かつては、日立の脇に小屋があった。この池の水は、引用に適さない。山頂から、南西伸びる稜線は、岩と肺末の混じった二重稜線となっている。山頂からは、富士山、生竹、光竹など360度の展望がある。上郷地学から望む。 茶臼岳と光岳中央部に、吉高浄土太平洋へと流れる以下の河川の源流部にある。ありがとうございます。